次に小熊慎二君。小熊君、立憲民主党の小熊慎二です。上川大臣におかれた週末、外務大臣になってからは初めて地元に戻られて、先週ちょっと富士山の話してましたけど、富士山眺めて清々しい気持ちで帰られてきてると思いますので、いい答弁を期待したいなというふうに思っているところで、あります。で、松原議員も質問されてましたけれども、島根県の竹島の件についてで、あります。4月にも韓国の最大野党の共に民主党の国会議員が、不法占拠、韓国が不法占拠している竹島に上陸したのに続いて、先日には今月13日は祖国革新党のチョ・グク代表らが、やはり上陸をいたしました。大変許しがたい暴挙が続いています。で、先月のこの共に民主党の国会議員が上陸した際も、日本政府としてはこれ遺憾の意を表明して抗議をしているということであり、また今回も抗議をしたということではありますが、これ引き続きなってしているということは、今ほどの松原議員の言動もちょっとつながりますけれども、言っていてもこう結果が出ていないということはちゃんと伝わっていないということであって、これやっぱりしっかり形に変えていかなきゃいけないということもあるとは思います。で、ちょっと確認ですが、まず韓国政府に伝えたということですが、どういうセクション、どういう人に伝えて、でどのような返答があったのか確認をさせてください。上川外務大臣。今月13日でありますが、韓国の野党代表によります竹島上陸が強行されたことを受けまして、外務省の報道発表にて公表したとおりでありますが、同日、東京で在京韓国大使館次席公使に対し、ソウルで、韓国外交部アジア太平洋局長に対し、強く抗議するとともに、再発防止を強く求めたところでございます。小熊君。各国側のコメントはどんなコメントがありましたか。上川外務大臣。これに対し韓国側からは従来の立場に基づく反応がありました。小熊君。従来の反応を確認させてください。従来の反応で具体的に。上川外務大臣。竹島は明白な韓国固有の領土であるというのが韓国側の主張と承知をしております。小熊君。で、これは領土問題で平行線をたどっていることでありますから、韓国こういうことですけれども、その上陸したことに関しての言及はなかったですか。上川外務大臣。私の方から申し上げられることは、今申し上げたようなことでございまして、それ以上のことについて申し上げることはできない状況であります。小熊君。これ、残念なのは、ユン大統領は対日、この外交政策を変えて、やっぱこの地域の安全、また発展のためには日韓がしっかり協力していくということが大事だという趣旨で進めていることを、これやっぱりどの国もそうですけど、政治ですから、こうなんていうんですかね、こう変な政争の具に扱われてしまっている。本来この領土問題というのは、こう冷静にしっかり当事国が交渉していかなきゃいけない問題を低いレベルに落としてしまっているという、非常に残念な結果で、ありていに言えば韓国の野党の議員たちのやっていることは、これ、パフォーマンスとして、やっているということで、非常に有識問題でもありますから、これ、ことさらこれ、日本側でもなんかヒートアップしていくと、その逆にそういう低俗な議論に陥ってしまうので、金持ち喧嘩せずじゃないけど、
下手なパフォーマンスには、過剰な反応する必要はないとは思うんですが、こう続いてきてしまっているというのは非常に良くないし、竹島の領有権については我々はしっかり主張していくということはやっていきながらも、そうした政治消化しているような議論には入っていかないということも重要ではあるというふうには思います。で、4月の上陸と今回の上陸がちょっと違うのは、どちらも共通しているのはそのユン大統領の外交政策に対して、パフォーマンスをしたということは共通していますが、チョ・グク代表の場合は今起きているこの LINE の問題について言及をしました。でこれ LINE についても支配的なこの資本関係というのをしっかり解消しましょうということと、個人情報の保護ということで、この総務省が行政指導をしたというふうに私は認識をしておりますけれども、ここにもなんか食いついてきてしまっているチョ・グクは。でここでそのこの LINE の問題について、政府の見解をお伺いいたします。西田総務大臣政務官。お答えをさせていただきます。 LINE ヤフ社の事案については同社において通信の秘密を含む情報の漏洩というセキュリティ上の重大な事案が発生したことを踏まえ、3月5日再発防止の徹底、両社の利益の確実な保護を求める行政指導を実施したものでございます。行政指導の内容については安全管理措置等の強化やセキュリティガバナンスの見直しなどの措置を講じるよう求めたものでございます。このセキュリティガバナンスの見直しにはさまざまな方策があり得ると理解をしているところでございますが、いずれにせよ委託先管理が適切に機能する形となることが重要と認識をしているところでございます。今後とも再発防止の徹底、両者の利益の確実な保護を図ってまいりたいと思います。和熊君。これ松本総務大臣もしっかり真意が伝わるようにしていきたいということですが、こう外務省としてはこの総務省のやっていることに対してもちゃんと韓国政府側に説明をされました？そこは別に言及はしませんでした、その抗議をしたときに。いや、もう参考にでもいい。いない、速記を止めてください。上川外務大臣。外交上のやり取りに関することということで、この場につきましては答弁を差し控えさせていただきたいと思います。委員長、これは総務大臣がちゃんと伝われるようにっても言ってるんですから、それ外務省としてもそこも言っといた方がいいと思うんですけど、言ってるはずなんですけど。で、松本総務大臣、かわいそうなことにその伊藤博文の末裔だからみたいなことまでなんか揶揄されちゃってて、私だって会津人ですから、松本さん、ね、そういうんだと、でも松本総務大臣ともいい関係で、いますけど、伊藤博文の末裔だから俺、付き合わないなんて言わないですよ、会津人として、それ、でもそういうことまで言われてるって、まさにこう、なんだろう、変なこう政治消化してしまってるっていうのもありますし、総務省の言ってる通り、これ、個人情報の流出したということは、有識問題でもあるし、資本が支配的であるというのも、これはよくないということで、でここの部分もだから、竹島も政治消化しちゃいけないというのと、この LINE 問題も政治消化しないと、賠償化しないということをしっかり抗議をしていかなきゃいけないというふうに思います。まして、他国の政治家のことをいちいち上げつらうわけにはいかない、あんまりそういうのはしない方がいいのかもしれないんですけれども、このチョ・グクさんは、韓国国内でも玉ねぎ男と揶揄されていて、それなりにスキャンダルを抱えていて、逆に炎上商法なのかなというぐらいのパフォーマンスをちょっと仕掛けていますから、ここは冷静に対応していかなければいけない。ただやっぱりこの続いてきてしまっているということで、こうした政治症が、政治の消化したようなものが続かないように、これ、ある意味、対日政策を協力関係に持っていこうという、ユン政権ともある意味、協力しながらやっていかなきゃいけないところでもあるというふうには思いますので、改めて、友好的に変化をしている日韓関係が悪化しないように、再び悪化しないように、
配慮をしながらもしっかり日本の主張をしていくということが、まさに大臣が地元で言われた日本の顔として外交の最前線で頑張っているということですから、この件についても頑張っていただきたい、そういった観点からもう一度この日韓関係の今後についてご所見を大臣お願いします。上川外務大臣。今、委員からご指摘いただきましたとおり、ユン・ソンニョル韓国大統領がと、そして岸田総理の間におきましての首脳会談をきっかけにし、非常に今、いい関係にあるということについて、この流れを大きくしていく必要が、2国間のさまざまな課題解決におきましても、重要であると認識をしているところでございます。今課題が冷静に、しかも戦争の具にならないようにというご発言がございましたけれども、まさに外交は極めて現実的ではありますが、しっかりとした連携協力の上で成し遂げていくべきことであるというふうに思っておりますので、そうした姿勢でこれからも臨んでまいりたいと考えております。阿久間君。でこれは提言にとどめますけれども、韓国政府に物申すだけじゃなくて、これ公的な党ですから、党の代表ですから、やはりこの、共に民主党、また祖国革新党の党本部にも、これは日本の政府としては抗議をすべきって、そういうアプローチも必要だということを提言をさせていただいて、次の質問に移ります。今国会でも審議されている入管法等の改正で、その外国人労働者を増やしていこうというこの政策についてお伺いをいたします。人口問題戦略会議の提言でもあったとおり、2100年に日本の人口が半減するという推測がなされている中で、なんとか2100年8000万人維持しようというのが戦略会議の提言だったと思いますが、その中にも2050、60年代には一定程度の外国人が1割程度居住をしているということがその前提になっているというふうに私の資料で見ましたけれども、それは別に政府の目標ではないわけでありますが、拡大していこうということでの今回改正でもあります。で改めて、移民の定義、外国人労働者との違いを含めながらご説明を願います。門山法務副大臣。移民という言葉はさまざまな文脈で用いられており、明確に定義することは困難でございますが、政府といたしましては国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする、いわゆる移民政策を取る考えはございません。現在衆議院法務委員会において審議中の法案において創設する育成就労制度は、3年間の就労を通じて特定技能1号の技能水準の人材に育成するための受け入れであり、特定技能制度と同様に人手不足分野において受け入れ見込み数を上限に受け入れを行うこととし、かつ家族の帯同も認めないことなどからすれば、いわゆる移民政策には該当しないものと認識しているところでございます。小沼君。国際法上もこう移民という明確な定義があるわけでもなく、またさらに広げて言えば外国人というものについても、いわゆる移民国家であるアメリカとかカナダとかオーストラリアにおいては外国人というのはそこで生まれたか生まれてないかという定義ですけど、日本はまた違うわ、国籍を持っているか持っていないかで、天下の高次元だと労働に従事する目的で外国に移り住むことが移民と定義をされています。高次元がで、日本も加盟しています国際移住機関の定義でも、ある意味、日本は移民政策を取らないと今、確認をしましたけれども、この国際移住機関 IOM のもう明確に規定はしていませんが、この移民というもののものは、日本のこの外国人労働者も実は当てはまるような定義をされていますし、また日本においては、
この IOM の、国連移住グローバルコンパクトに署名してますから、移民の権利は守っていくんだということを国際社会でも確認をしているし、推進をしようとしているのが日本の立場です。で、日本の国内でもこう脅威の移民にしてしまっているんですが、国際的にもぼわっとした感じでこう移民かどうかというのが規定はされて、いませんけれども、国際的な多分一般論でいうと、外国人労働者は移民というふうに定義されるというのが国際的な認識だというふうに思っています。で、そこについて日本はしっかりその受け入れについては、移民じゃないといっても外国人労働者は一定期間いますから、こう受け入れをちゃんとしていかないと、だからこの間のバイデンの発言のようにゼノフォビックな国だと、ゼノフォビアだってこう言われちゃうし、あれはその取ってつけたバイデン大統領の発言とは私は思ってないです。やっぱり海外で日本社会に対する印象というのはやっぱりゼノフォビックになっているというのは、これ一般的な認識というかその印象だというふうに思っています。そういう中で日本がこの外国人労働者枠を広げていくわけでありますから、しっかりとした受け入れをしていかなきゃいけないし、ある意味移民じゃないといってももう準移民だと、僕はもう地元でこの外国人労働政策を語るときには、もう準移民国家と同じですよと、だから受け入れる、このまさにその地方の各コミュニティがしっかりとした受け入れをしていかないと、日本の印象変わってしまうと、お互い不幸になるよという話をしています。だから移民政策は取らないと言っていても、ある意味、移民に近いんですよ、だから、現実は。この間もあの昨日も国会に来られたの韓国の上院会員の方々と日韓議連でこの藤井さんも一緒にテーブル囲みましたけれども、どんな問題あるって言ったら、やっぱりホームレスと、日本ホームレス少ないねという話もあったけど、やっぱり移民の問題だっていう話をしていましたから、やっぱりそういう意味ではこの労働者が増えるということは、ある意味で何か問題が起きたらそれは移民の問題だというぐらいに認識していかないとちゃんと対応できないというふうに私思います。まあ、定義はそれ日本では移民に入れていかないわけでありますけれども、社会に対するインパクトは他の国で移民の問題が生じているというのと同じ程度の、もし課題は抱えてくると思います。問題が起きてくるという時は別に外国人労働者だから移民問題とは違うと言えないと思います。起きてくる問題というのは、今も起きている問題も似たような問題になっていますから。でそこで質問したいというふうに思いますけれども、まあ、これ外国人労働者の枠を増やすというのは、まあ、高度な人材を日本に受け入れて発展に寄与していただく、また日本で学んで、母国に帰ってその発展に寄与してもらうという大義はあるものの、やっぱりこれ人口減少の中で働き手不足の担い手としてこう枠を広げるというふうにもなってますし、今回の法改正はまさに労働力として確保するんだということも表向きも言っていただいていますから、そうした目的のもとで、法律が改正されていきますけれども、直近の日本に来ていただいている労働者の国籍の上位はベトナム、中国、フィリピンです。ご承知のとおり。でも前年比の増加率でいうと、インドネシア、ミャンマー、ネパールといった国です。まあ、ネパールによってはまた国内でいろんな状況がある中で、この受け入れについてはまた非常にセンシティブな問題もはらんでますけど、これはまた後日の議論にしていきたいと思いますが、この前年比の増加率のトップを走っているインドネシアについてですけれども、ないとは思うんですけども、日本の就労支援の会社を経営しているのが総理の実弟の方で、あります。これでだからその親族に便宜が図られたという、この私はないと思うんですけども、うがった見方を払拭をしていかないと、また官邸にいろんな問題総理を起こしましたけど、そういううがった見方をされかねない、理科に冠を正さずという態度が必要だというふうに思います。この点について、このそうした間違った印象が事実かは
私も判別はしませんけれども、そうした懸念に対する払拭の努力はどうされるのか、お聞きをいたします。上川外務大臣。今、外国人の方々が日本の社会に、いらっしゃるということで、あらゆる現場におきまして、働き手不足が深刻化しているというところにおいて、労働という形でこうした問題が期待も含めて大きくなっていると、こうした問題意識をご指摘いただきました。まさにそうした方々をまさに地域社会で受け入れる、つまり労働者のみならず生活者としての目線、このことをしっかりと受け入れ側の我が国、あるいは地域社会の中でも受け入れる必要があると、こういう認識のもとで、受け入れと同時に、その多文化共生の仕組み作りということにつきましても、各自治体が受け入れの主なる社でありますので、そういったところと協力をしながら、まさに新しい時代、選ばれる日本という形の中で進めていく政策であるというふうに認識をしているところであります。今この育成就労制度の創設と、あと特定技能制度の適正化に関する法律について、審議がなされているものと承知をしております。新しいこうした制度の実施にあたりましては、公正に運用されることが極めて重要であると考えておりまして、外務省といたしましても関係省庁と連携をしながら適切に対応してまいりたいと考えております。小熊君。次の西田政務官、答えるべきところ大臣が答えちゃったんですけど、聞きたかったのはインドネシアの件で総理にそういう、懸念が話題としてあるということで、どう払拭するんですかというのが質問だったんですが、そこにはお答えしにくかったので、いいです。秋には総理が変わって、上川大臣が総理になっているかもしれないので、ここは置いてきますけれども、ですから政務官、答えます、これ。地域との交流が必要だというのも外務大臣答えちゃったので、だからこれ、そうか、馬場さんか、答える、やる、いい、だからこれ必要だし、あと僕の地元、これ、じゃあこの際、馬場さんね、これちょっと提言しておきますけど、僕の地元でこれ、なかなかコミュニティとの交流がないとこ、なんでって聞いたら、短期の場合、それできないというんです。短期の人もいるんですよね。長期にわたっていれば何らかこうなんかコミュニティに入っていく機会があるんだけど、短期だとこう なかなかそれしにくいんですよね。でそういうところも配慮しながら、中期、短期、長期関わらずコミュニティとどう交流していくかということがしっかり重要なので、これ取り組んでいただきたいというふうに思います。で合わせてやっぱりこれ子どもの頃からの教育が大事で、国際理解教育というのは文科省においても取り組んでいますが、まだ充実していないというふうに思っています。安倍副大臣にお聞きいて、まだ言ってないね、聞きしてますけど、たびたび紹介しても、私の妻は青年海外協力隊の隊員で、で帰ってきてからはボランティアであちこちの小学校に出向いて、この国際理解教育っていうのをこう出前講座行ってるんですが、やっぱりやってる学校、やらない学校、でやっても1年に1遍ぐらいということで、ちょっと足りてないなと、今まではそれでよかったかもしれない。でも日本はこの準移民国家に踏み出そうとして、これから外国人にこの生活の場に触れる機会が多くなってくるときに、そして今までその経験のない子どもたちが、逆にそのゼノフォビックな態度を取らないように、全然その悪意がなくても、慣れてないから取ってしまう場合も考えうるので、ぜひこれは充実化していかなければいけないと思いますが、安倍副大臣、お願いします。安倍文部科学副大臣。委員にお答えさせていただきます。委員ご指摘のように、小学校中学校の段階から異文化、異なる文化を持つ人々を受容し共生することもできる態度
また能力を育むことは重要であるというふうに私どもも認識しているところでございます。このため小学校中学校の学習指導要領におきましては、各教科においてまた国際理解に関する教育が行われることとされているところでございます。例えば小学校の社会科におきましては、グローバル化する世界と日本の役割を学ぶ中で、世界の人々と共に生きていくために大切なことなどを多角的に考えたり選択判断したりできることができるよう配慮することとされているところでございますが、特別の教科道徳等におきましても国際理解に関する内容を取り扱うこととされております。文部科学省といたしましては、今後とも各学校において学習指導要領にのっとり、国際化した社会において地球的視野に立って主体的に行動できるための必要な態度、能力を育成するための教育が取り組まれるよう努力してまいります。本間君。安倍副大臣、ありがとうございました。またモバイルを使っての答弁、素晴らしいなというふうに思いました。これ、本会議でもこれ、やったらいいんだ、それはね、本会議でもだからやったらいいと思いますよね、これ、大臣、副大臣、頑張ってください。時間が来たので、最後に、金山副大臣が言った通り、移民政策を取らないっていうのが日本政府の見解ではありますけれども、今後起きてくる課題とか、よりこの国際理解を深めていくという意味では、他の移民国家が取っている課題とか、取り組んでいることをやっていかなきゃいけないんです。移民政策を取ってないというから、やんなくていいという話ではなくて、実質移民ですから、やるべき対処法は問題の解決、またこの理解の進展のためには、移民国家が取り組んでいるような政策をしっかり推進していくということが大事だということを、それぞれの省庁の皆様方にお伝えして、それを検討、実行していただくことをお願いして、今日議論ができなかった馬場副大臣におかれましては、また別個でいろいろこの件について議論したいと思いますので、よろしくお願いします。以上で終わります。